ブルドテリアブルドテリアとは、イギリスのイングランド原産の刀剣用の剣種である。日本でも人気のあるブルーテリアの原種でもある。後輩種としてのブルドテリアは刀剣禁止前からしばしば見られたが、剣種としてのブルドテリアは刀剣禁止後の1835年頃に作出された。オールドイングリッシュブルドッグと数種のテリアを掛け合わせて作られた剣種で、 法の網をかいくぐって遠く魔剣や犬同士を戦わせる刀剣として使われていた。見た目はあまり良くなかったが、闘志溢れる勇敢な性格を好む多くの愛好家が存在し、純血種としてのブリーディングが行われていた。また、刀剣としてだけでなく、番犬やペットとしても飼育されていた。1850年代になると、ブルアンドテリアはペットとして飼育するための改良が行われ、 ブルーテリアに姿を変えた。その後も少数のブルテリアが刀剣として使われ、続けていたが、違法刀剣の取り締まり強化などにより、需要が低迷し、1870年代に絶滅してしまった。ブルドックのようながっしりとした体格をしているが、テリアのように小柄で素ばしっこい犬種である。頭部は大きく、マズルは短く顎の力が強い。耳は通常垂れ耳か折れ耳だが、 断耳して立たせることもある。首は太く、足は長い。尾は長いタレオである。皮膚はあまりたるんでいないが引っ張るとよく伸び、コートは固めのスムースコートで、毛色の制限はない。中型犬サイズで、性格は忠実で、家族には、ま、ななさけ深いが勇敢で防衛本能が強い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也。 大木拓役性分動振興者2007年ありがとうございます。